イパオさんの道具箱。今回は、ミニセットって言ったらいいのかな？ミニツールセットをご紹介です。まあ、手持ちのやつだけなんですけど、ちょっと比較してみようかなと。で、ですね、ミニサイズのものってなると、だいたい4分の1のね、サイズのドライブ角のもの、そういったものとか、あとドライバーですね、ビットドライバーなんか、そういったものをセットにしてるのが多いんですけど、今回はそれをちょっと比較って感じですね。で、まあちょっとね、サイズ的に大きくなるかもしれないですけど、こちらはベラさんのね、アドベントカレンダーで、入手したものなんですけど、これは、まあ、ケースとかね、中身を見ると、こんな感じです。で、これがまあ、ドライバーね、中にビットが入ってて、で、こういうドライバーね、あとこれ、ハンドルと、延長と、ソケット類ね、こういうので、それで大体なんかね、ちょっとしたコマ仕事とか、家の作業ですとか、あと、まあ、狭いところの整備では、これでも、まあ、十分使えるんですけど、まあ、ちょっとね、セット内容としてちょっと豪華になってるんで、まあ、サイズ的にね、ケースがちょっと大きいのと、あと、まあ、これはアドベントカレンダーで、手に入れたものなんで、安いですけど、これ実際に買うと、まあ、これでも普通には1万は超えます。下手すりゃね。で、こちら、これはどえらい高いんですけど、まあこれ、ハゼットさんのね、ミニセットの、これ、カラーリングがポルシェとコラボした白と黒のポルシェモデルになってます。ただ中身はね、ノーマルと一緒なんですよ、これ。で、開けると、こんな風に、もうビットもね、広がってきて、取りやすくなってっていう、こういうセットなんです。で、ハンドル。しっかりしたこのね、CV1 のハンドルと、あと、ドライバーとしてね、使えたりする、このバー。あと、ソケットと、延長と、各種ビット類。かなり豪華です。で、これは使い勝手も申し分ないんですけど、内容がすごく充実してるんで、さらに重たいです。あとサイズも、これ、ハードケースで結構しっかりしたものがついてるんですけど、ちょっとね、重めなのがね、難点なんですよね。で、あと、これ、結構、おすすめはおすすめなんですけど、ここのビットホルダーが結構くせ者で、このビットが、すっぽ抜けたりすることがあるんですよね。これ。それがね、ちょっと残念なところなんですよね。これ、ちょっと中のちょっと押さえる、プレートみたいなのがついてるんですけど、まあ、見えないかもしれないですけどね、これ、そこが、ちょっとなんか弱っちょろくって、ちょっとなんか折れたりとか、甘くなったりすると、ビットのホールド性がもう一気に落ちて、で、もうすっぽんすっぽん抜けるっていう、それが欠点です。あと、入ってる、このビットのこの強度、これは、これ、多分、この、ポジとかをね、見てもそうなんだけど、なんか通常売られてるものと違うような気もするんですよね、これね。ちょっとなんか、弱いっていうか、材質がなんかちょっと柔らかめのような気もします。使ってみた感じ。ソケットはね、もう申し分ないです。こちらのね、ソケットは申し分ないんですけど。で、まあ、欠点もね、ちらほらとあるんですけど、最大の欠点は、まあ、お値段で、まあ、さすがハゼットさんというか、このセット。まあ、大体、あれですね、箱で見ると、まあ、こういう箱のやつなんですけど、で、こちら、まあ、やや3万円ぐらいしたりする場合もあります。2万5千円前後ぐらいから3万円弱ぐらいのところで売られてるものが多いですね。
値段がもうすごくお高くなっちゃいます。なんで俺これ買っちゃったんだろうと思うんですけどね。まあ実際使ってみるとね、すごい使い勝手がいいんで重宝してるんですけど、お高いです。買うのにすごいためらいます。はい、あとはこちらトネさんのね、こうミニセット、これ結構ね、あの値段もお手頃でおすすめなんですけど、これケースが3種類ぐらいあって、メタルケースのやつとクリアのケース、あとこの一番最初に出てたこのベルトクリップもついてるこのブラックのね樹脂ケースのやつ、3種類あるんですけど、これね意外とあのトネさんの工具箱の、あの四角いスペースにもすっぽり収まったりもして結構重宝するんですけど、でこれ中を開けるとこんな感じで、だいたいねこうよく使うこうビット類、うん、これとあとこれね、あのトルクスっていうかな、ヘックスローブで、これがあの穴付きのやつで入ってたりするんで結構使い勝手はいいですこれは。であとまあハンドルと延長、こんな感じですね。まあこれハンドルもね、作りを見た限りではなんかどこぞの OEM かなって感じなんですけど、まあ多分そうなんだろうけどね、うん、これは悪くはないです。でちょうどポケットにも入るサイズなんで、これで3000円ちょっとぐらいかな、まあそれ前後ぐらいです。はい、まあ4000円まではしないです。セールで買うとねちょっと安く買えるとこもあったりもするんですけど、これはあの値段もお手頃で、あのコンパクトですごくおすすめです。はい、これはいろんなとこで使えますね。あとなんかあのバイクのあのまあ整備とあれなんですけど、ちょっとなんかポケットに入れといて車載工具代わりにするのもいいと思います、こいつは。はい、まあ足りないものはねあるのはあるんですけど、まあそういうのはいいと思います。あともう一つね、うちで使ってるのはこれバーコさんのものなんですけど、これはプラケースを開けるとこんな感じで、まあ、バーコさんのやつね、やっぱケースもねこうやって色鮮やかでいいですよね。でこういったあの延長と、さらになんかねさっきのトネさんのやつよりもちょっと細い感じなんですけど、ここにメガネがついてるタイプのやつで、でここにこれとこれをこう合わせて使ったりもできるようにはなってます。はい、でここにこうソケットがね使えるようにするビットと、あとこの一般的な定番のねプラスマイナス、あとポジとかね、こういろいろ含めたやつがこう並んでるんですけど、まあ、ただねこれはね穴付きじゃないっていうのと、あとここのサイズね、こううちではこのサイズがもうドンピシャだったんですけど、あの日本人が文句を言うところがこのソケットなんですよ。でこれここから6、7、8、10ってきて、これ13なんですよ、うん、で日本人ってここで12使いたがるんですよ。でこれ海外だと12って一般的じゃなくて、むしろあの飛んで13とか使ったりするんですよね。で工業製品とかをいじってる人は正直なところあの13でも OK だったりします、これは。でもすごいいい生徒だと思うんですけど、日本人が使おうとすると、まあ、自転車なんかもそうなんですけど、12のサイズを使ってるやつってあったりするんですよ。あれがね結構、まあ、工具セットなんかを選ぶときに邪魔くさくって、でここが12じゃなくて気に入らないっていう人が、まあ、よくいるんですけど、まあ、こんなもの日本仕様にしてね12突っ込んだら、まあ、それだけでもなんかメーカーさんすっごいお金かかるんで、こんなことやるわけないです。まあ我慢して使ってくださいって感じなんですけど、まあ、これはねそういうセットですね。これでも結構いいです。でちょっと値段はこれ忘れたんだけど、まあそこそこします、バーコさんのやつですから。ただこれ結構使えますね。多分これハンドルなんかはシグネットで出してるやつと同じような感じかな、これ見たことあるんで、このタイプのやつ、うん。まあ、ただこれねこうスポンジ式のこのトレー、これにちゃんと収まってるとねこうばらけることもないですし、これはもうケースもよくできてます。まあちょっとこれねあの頼りないって思うかもしれないですけど、うん。で裏はこんな感じ、中身がこう書かれていて、これもポケットに入るぐらいのサイズなんで、
まあ比較してみると分かりますけど、ハゼットさんの2分の1ぐらいです、本当に。これ、サイズ的に。お手見ても。これは本当に重宝します。これ、整備に来てくれてたね、サービスの人間が持ってて、で、お、それいいなって言って、で、結局なんか迷った挙句に、なんかね、通販で買っちゃったんですよね、これね、見かけて。これはでも、まあ、ちょこちょこね、使ったりもするんですけど、これはいいです。持ち運びっていうかね、そういう時でも、こう、持ち運びやすいんで、サイズ的にも。で、カバンにこう、ポンって入れても、こう、あんまり変な突起もないんで、これは重宝します。まあね、あとこの辺ね、トネさんとこのバコさんは、まあ、これ値段的にも、まあ、この2つは買いやすい方なんで、おすすめです。で、これはちょっとね、論外みたいな感じなんですけど、まあ、余裕があれば、こういうのもいいです。これはまあ重宝するんだけど、ちょっと高いのが難点ですね。まあ、コンパクトツールみたいな感じでね、ちょっと今見てみましたけど、こんな感じです。まあ、皆さんのご参考になれば。まあ、これ、一つあるとね、家でも重宝するんで、こういうのがね。まあ、ちょっと、何かこう、小さいツールセットとかね、そういうのを探してるんであれば、まあ、買ってみるのもいいかなと思います。はい。じゃあ今回はこの辺で。